くばサーキットではですね、新しく出たアドバンネオバー 08R というタイヤの、まあ、初めて乗るわけですがタイムアタックをしてました。今日乗った車は、HKS の、B1 で使っている86、この車でですね、走ったわけなんですが、その86はですね、まあ、普通の FA20 というエンジンに HKS のスーパーチャージャーがついていて、今馬力がね520馬力って言ったかな、520馬力で、で車重はですねそんなに軽くはなってないんだけど1150キロぐらいっていう車で、まあ、D1 スペックそのままでですね走りました。AD08 でタイムアタックをその HKS86 でタイムアタックした時に1分1秒5というタイムだったんですが、今日ですねそのタイヤ AD08R でタイムアタックするとなんと59秒8というね1分切りをしまして、まあ、約2秒弱のタイムアップをしたということで、これすごいことで、乗った感想から言うと、まあ、もう本当に全域でグリップが1ランクか2ランクかアップした感じで、ブレーキングもいい、ターンインのこのコーナリングの感じもいいし、立ち上がりのトラクションもいい感じで、本当全域でグリップが増してる感じで。